世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス。今回、WebTV 阿蘇、so、では、阿蘇市の各施設でのウイルス対策をご紹介します。まずは、ホテルや旅館の宿泊施設。各宿泊施設では、館内各所に種子の消毒液を設置。また、手すりやドアノブなどの消毒清掃を行っています。 阿蘇市内の巻にある阿蘇プラザホテルでは、ウイルス感染防止のため、バイキングでの食事の提供を和洋定食に変更して対応。そしてなんと、3月23日から4月30日までの期間、阿蘇市内の飲食店及びお土産店にて、当日お買い上げのレシートを提示すると、日帰り入浴料金、 通常、大人800円が300円引きの500円になります。スーパーやコンビニは対象外で、中学生以上が対象となります。受付は午後2時から8時まで、フェイスタオルも揃っているので、手ぶらで入ることができます。また、阿蘇市並野にある、並行した小学校を利用した体験型交流施設、並野高原安らぎ交流館では、 普段行っている蕎麦打ち体験やピザ作り体験、農業体験などをしばらくは毎回一組限定で行っています。他にも様々な体験を楽しむことができますので、お気軽に波の高原安らぎ交流館にお問い合わせください。お買い物は阿蘇の一品オンラインショップ阿蘇モで。現在阿蘇市では新型コロナウイルスの影響で 観光客が激減、街中の小売店でも影響が出ています。そんな自粛ムードの中、オンラインショップ ASOMO では、今、家がいいと題して、美味しい家食べ、楽しい家飲み企画を展開しています。ASOMO 店舗さんの商品を取り揃え、焼くだけ、温めるだけの総菜を集めた簡単コーナーや、 家族みんなで囲む鍋にもってこいのお肉などを集めた鍋焼肉コーナーがあります。ぜひご自宅でご家族と一緒に蘇の一品をお楽しみください。